秋葉神社と三在なりは埼玉県飯能市稲荷町にある神社。隣接して存在するため、ここでは合わせて説明する。なお、両者とも明治時代の神社合詞で区家稲荷神社に合祀されており、宗教法人ではない。日伏の神として信仰されている、新編武蔵風土機構の反応なわしの図では、 現在の旧反応私立図書館の位置に見られ、しがみでもあった可能性がある。武蔵国軍村市の久下文村の孔には、秋葉社平社地東西9県4分南北11県面積103坪四号村の、西方にあり穂結びの命金山彦命を、合わせ祭りす祭日9月18日とある。旧社家は損者であったが、1908年、3つの、 稲荷神社と共に、久米稲荷神社に合祀された。合祀者は当社のみが現存しているとされる。1952年に現在地の三座稲荷の隣に移転した。境内には、完成元年に寄進された灯籠、完成8年に奉献された手洗い石がある。12月上旬に、秋葉神社祈願祭が行われている。 赤色の天狗、青色のカラス天狗が描かれた向かい天狗の絵馬がある。過剖家の願掛けとして挙げたもの。入れ子稲荷、三丁目稲荷、三座具稲荷とも称される。社名は、祭神が稲荷神、太郎神、次郎神の三体あることに由来する。反応郷土史によれば、源義家が、あと三年の役の戦死者を祀った。 伊豆大明神の文霊を祭り、明治初年に太郎神、次郎神を合祀して散財なりというようになった。小屋の貫一の民族茶話によれば、明治時代に勘定され、伊豆大明神、太郎神、次郎神が祀られていると言われている。一、続々民族茶話によれば、祭神は、丘の御霊のだとされる。もに、現在の反応市稲荷町にある、 この神社と、久げ稲荷神社について、新編武蔵風土気候の久げ文村の項には、稲荷社反応村老人寺餅と、稲荷社村民の餅と記載されているが、どちらがこの神社であるのかは不明である。武蔵国軍村市の久げ文村の項には、受け持ちの命を祀る。祭日2月11日の稲荷社が、村の東方に一社、南方に二社ある。かつては、境内が広く、 近くに1921年頃に指定地となった、文町と呼ばれる、観楽街が栄え、下流会の人々に信仰されたと言われている。境内には、林保存会、三丁目共鳴会の出し倉庫がある。2月11日に三座稲荷神社初馬祈願祭が行われている。対面狐の絵馬がある。商売繁盛、制業繁栄を祈願してあげたもの。三座稲荷に関するカテゴリー。 ありがとうございます。